そのだチャレンジカップを制しました。ダロンジャスティス別府新次長教師です。鮮やかな逃げ切りでした。おめでとうございます。あ、どうもありがとうございます。あの、切符よく行ってですね。そのまま逃げ切ったわけですけれども、どのようにご覧になってました。そうですね。今日朝からずっとそのだの競馬を見させてもらいまして、えー。逃げ馬が有利なんかなと思って、まあ、機種の方には。えー、ジャスティスはもう逃げるようにと。グッドは、まあ、外だけは回らないようにという指示をして。 レースに臨みました 2>, まあ2頭によるワンツーフィニッシュ、今回はジャスティスが前にいましたが、そうですね、やっぱり馬場の違いで、やっぱり今回は逃げたジャスティスが強かったですね、はい、馬の状態面としてはいかがでしたかそうですね、両馬ともこのレースに向けての順調な調教は進んでいたんで、まあ、園田さんの強い馬に挑戦してもそう、恥をかくようなレースはないんだという。 つもりで、えー、挑戦しに来ましたね。まあ,あのダノングッドの方もですね。道中押しながらの追走でやはり来ましたね。2着そうですね。やっぱりどうしても砂をやあの差し馬なんですけどね。ちょっとでも砂を嫌がるんで、やっぱ。そこはもうただら騎しも分かってるんで、道中もずっと押して押して、えー、進んでましたね。はい。 それでも今日の主役はダノン・ジャスティス、本当に別府先生に言われた通り <laughs>、やりましたみたいなお話も先ほど聞いたんですけど、はい、してやったりという感じですかそうですね、えー、やっぱり逃げてジャスティス、さしてグッドという感じで、まあ、ダノン軍団で、まあ、これからもい、えー、けるところがあれば、挑戦したいとは思ってます重賞初勝利って嬉しいですよね、ジャスティス。そうですねややっっぱぱりりダノン・グッドの方がやっぱり どうしても今のところは光ってるところあるんでね。でもやっぱりグッドももう10歳、もうそろそろ11歳という年齢的なもんも出てきましたのでね。これからはもうジャスティスにも頑張ってもらえないと,とは思ってます。去年赤敗のレース、チーム別府として借りを返しました。そうですね。えー、っと本当に嬉しいことですね。えー、やっぱりそのさんって言ったらやっぱり、えー、関西では一番強い競馬場なんでね。そこの馬に挑戦できるというだけでも。 僕はまあ幸せでこのレースに臨んだところですもう何度も来ているこのソその地、もうチームダロンとしてソの他のファンもたくさん応援していました、えー、ファインへメッセージ最後お願いしますあ、そうですね、えー、皆様のご声援のおかげで、えー、ダロン軍団がまたワンツーを決めることができましたこれも皆様のご声援のおかげだと思っていますこれからも、えー、一生懸命頑張っていきますのでどうか高知競馬場ともども どうかよろしくお願いします。おめでとうございました。別府新次長教師でした。ありがとうございました。